はい、今日はかさ増しシリーズということで、このセブンイレブンの金の豚の角煮をかさ増ししていこうと思います。用意するのはこの金の豚角煮1袋と、豚バラ肉ですね。これ 140g ぐらいです。あと長ネギの青い部分を少し使います。では早速準備していきたいと思います。ではこの小さな鍋の中にですね、ごま油を少々入れます。少々、だいたい小さじ1杯ぐらいですかね。それをよくなじませます。で、次この豚のバラ肉、これをですね、どうするかというと、脂身の面が下になるようにぐるぐるぐるっと巻いていきます。ぐる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 、はい、巻きました。そしたらその次もですね、ぐるぐるぐる巻いていきます。これどんどんですね、ぐるぐる巻いていきます。ぐる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 巻いて、こんな感じですね。ミルフィーユじゃないですが、どんどんぐる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 巻いていきます。こんな感じ、ぐる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 巻いていきます。はい、最後ぐる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 。そうしたらですね、このぐるぐる状のお花みたいですね、この脂身の方です。脂身の方を下にして鍋に入れます。入れ込みます。はい、で次ですね、金の豚の角煮、これを開けます。ちょっとですね、豚の脂が手について開けにくいです。ちょっと手を洗って、取りたいといきたいところですが、開きません。ハサミを使いますね。ハサミを使ってチョキ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 、はい、開けました。じゃあこれですね、あのタレも余すことなくですね、すべて入れてしまいます。なんと切れ目が浅くて切れてませんでした。もう一回切ります。はい、切りました。さあ、ちゃんと、はい、開きました。こんな感じで豚の角煮が入ってます。でもタレごとですね、すべて余すことなく鍋に入れていきます。こんな感じですね。タレがもったいないので、このタレがですね、この先ほど丸めた豚バラ肉によくかかるように、タレがよく豚バラ肉にかけるように、ちゃんと袋を絞ってタレをかけていきます。はい、もう絞り切ったかな。はい、できました。ちょっと体勢を整えて、はい、こんな感じで、できました。そしたら、ネギを、青い分ですね、少し入れていきます。こんぐらいですね。こんぐらいですかね。こんぐらいをネギ、バチャーンと入れて、で、蓋をして、こうして蓋をして、で、弱火で火にかけていきます。はい、これで、そうですね、15分ぐらい待ちます。はい、
これでザバーンとかけてきます。ザバーン。できました。マシマシ。かさ増し。バラ肉とセブンイレブン。金の角煮です。完成です。